VT100VT100 はデジタルエクイップメントコーポレーションが開発製造したビデオ表示端末である。VT100 はビデオ表示端末のデファクトスタンダードで端末エミュレータは VT100 の動作をエミュレートするものが多い。VT52 の後継として1978年8月に登場し大量生産された。DEC として 初めて市販マイクロプロセッサのインテル八80 8080を使用した端末である。オプションで外部プリンタの接続やブルームの追加装備が可能であった。DEG では初めて点滅、ボールド表示、反転表示、アンダーライン表示といったグラフィック交換を導入し、表示は80桁と132桁が選択可能であった。132桁24両表示は追加。 ブルムを用する。追加の文字セットを導入すると画面上でフォームの描写も可能である。端末の設定はすべて VT100 上で対話的に可能で設定データは端末内の不揮発性メモリに記憶された。シリアルラインでホストシステムに接続し安心標準の ASCII 文字コードと制御シーケンスで通信する。VT100 ファミリーの制御シーケンスは ECMA-48 標準と ISO-IEC6429 と a n c i x 3 6 4に準拠し、a n c i エスケープコードとも呼ばれる。VT100 は X3.64 ベースの最初の端末ではなく、ヒース社が a n c i x 3 6 4の提案段階の規格のサブセットを実装したマイクロプロセッサーベースのビデオ表示端末を出している。 VT1801983 年 VT100 は VT220 のホワイト、グリーン、アンバーの蛍光体ブラウン管タイプなどより強力な VT200 シリーズ端末に置換された。1995年8月に DEC の端末事業はバウンドレステクノロジーズ社へ売却された。いずれも英文、ありがとうございます。